はい、お疲れ様です。はい、今ね、長島の湾岸長島パーキングエリアっていうのかな、サービスエリアっていうのかなに今着いております。で、早めにちょっと着いたんで、今からね、足湯ちょっとね、寒なってきたらちょっと足ぬくもって、それからもうちょっと先のナジオまで行きたいんですけど、コロナの影響でだいぶ少なくなってるから、今やったらね、行けるかなと思って、来ております。10度から12度ぐらい、日中10度から12度ぐらいあったんですけど、なんとこう来てから今現在見たら1度、バリ寒いってことで、まあちょっとね、足もぬくもりたいっていうのもあったんですけど、一応ね、風邪ひかんように上着だけね、着て、あとタオル持ってちょっと行きたいと思います。散策しながら行きたいと思います。行ってきます。足湯ですね。足湯なってますね。よし。足湯ですね。足湯やってそうな感じやね。これはリラックスで5分から15分。帰って休憩しながら数回受けて入ると効果的って言うことで、すごいっすね、こんな感じで。ちょっと、なってるんだろう、なんか書いてるやつ、温度、不明とか。これ、冷たかったらどうしよう。あったかい、あったかい。ちょっとほんなら、この辺で、低め行って、あっちが高めね。あっちがなんか高めなんだ。寒い。ちょっと試しましょうか。はい、ということでちょっと足を入りたいと思います。おっ、もうやべ、もうなんだね。よいしょ。あ、やばい、超あったかい。あ、これいいわ、これいいですね。はい、こんな感じで足湯です。もうぬるいやつちょうどいいぐらい。寒い時に入ると一番気持ちいい。いいっすね。でタオルも持参して無料で入れるみたいで。かわいい。人が誰もいないんで、とりあえずですけど、ちょっと高温高めってやつね。よいしょ。めっちゃ暑いここで、僕ね、足に冷え性なんですよ、普通は。上に靴下履いてるんで、ちょうどいい。すごいね、すごい。ちょうどいいですね。
今吹雪いてきたよ。雪がやっぱり天候的にちょっと降りそうな感じはしたけど、吹雪いてきましたね。これはやばい。早めにちょっとね、現場の近くまで行きたいと思います。やりましょうか。はい、お疲れ様です。イサムちゃんです。はい、今現在ね、ラジオのパーキングエリアに来ております。パーキングエリアかな、サービスエリアかな、多分サービスエリアかもしれない。ラジオのサービスエリア来ております。はい、ってことでね、いつも通りここにやりたいと思います。では行きますよ、せーので。はい、こんな感じになっております。今日使うのが肉団子、業務用の肉団子、これで、ね、全部使いません。小分けにして使いたいのは冷凍なんで。で、いつも通りうどん、そしてウインナーと、今日はぶなしめじで、白菜、これもね全部使いません。まあ、ぶなしめじもちょっと半分ぐらいにしようかなという感じでしてみたいと思います。で、今からこれ使うんですけど、おーしたー、はい、使うんですけど、やっぱりこうね小分けして、使いたいと思うんで、もう全部冷凍していきたいと思います。めんつゆ入れたんで、今度はね、これ今日はこれを使います。久しぶりのすき焼き、そう、今日はね、すき焼き風にしたいんです。久しぶりに食いたくて、お肉高いんで、飲むから、とりあえずちょっとずつ入れてみて、お肉高いんで、今日ウインナーとミートボール、ミートボールっていうか、肉団子をね、ちょっとまだ別に使うんで、小分けに使いたいと思います。すんごいトラックの中、匂いが、はい、今ねちょっと暑かったで撮りました。消えてる、ガス消えてる、ガス消えてる、ああカメラも、カメラもちょっとカメラこっち向けて、ガス消えとったら焦ったよ、熱かったし当たってもうて、うん、うまっ、これやばい、見て超うまい、やったらあかんやろな、これ見て、白菜と肉団子のダブル、これ絶対絶対暑いやろな、でも行きたいやろな、絶対うまいと思うでん、これあこあこそれやあこあうんうんうんあ、うん、うん、熱最高。
バリうまい。さあ何があるかと、うどんですわ。うどん、うどんをね掘り込んでいきたいと思います。ちょっとまだ凍ってんねんな、凍ってるからあんまなんやけど、掘り込んできて。奥さん一玉じゃ足れへんでしょ、食べ盛りの子ですわ。安心してください、一玉いきますよ。うわ、いい感じよ。皆さん完成いたしました。すき焼きうどんということで、すき焼きうどんの完成です。あなたも一緒にすき焼きうどん、僕と一緒にすき焼きうどんということで、さすがにこれはお皿乗せないと熱いんで、ちょっとがっつりお皿に乗せたいと思います。いただきます。これを食べたかったんですよ、汁ダクダクにすったうどんのための太麺買ってきたんで、今日すき焼きの後はうどんやん。汁吸ったうどんがうまいんすよ。うん、甘ったらいいね、タレに吸った。うん、うん、ぜひやってください。染み込んできた白菜。うん、あー幸せやね。うん、ということで残りは食べながら、もし余ったらまだもう一個タップあるんで、そこにうどん入れて朝でも食べれます。でご飯をまたね炊いといたら、明日お昼にご飯とこのすき焼きを丼みたいな感じで食べたいと思います。ということでゆっくり食べたいと思います。無事まあ美味しくいただいたんで、この後はゆっくり休みたいと思います。ちょっとねまた雪も降るとは思いますけど、で、今頑張ってトラック飯やってますけど、今どうもサービスエリアの方も、8時とかでなんかどうも、閉まるとこもあるみたいで、時間短縮っていう感じでね。なので、ちょっとね、まあ、その辺活用できるものをね、ちょっと次回の動画でちょっと紹介したいと思います。それと合わせて健康診断もの動画もあるんで、ちょっと合わせて、飲食担にしたいと思います。ってことで、今回はいつも通りのトラック飯、絶対これね、まあ、もちろん火災とかいろいろありますけど、理にかなってること結構あるんで、まあ、フライパンなしでもね、コンロなしでもできるものもあるんで、ぜひやってみてください。ということでまたいろいろ上げていきます。本当に活用できるものはいろいろ上げていきますね。またよかったらよろしくお願いします。またコメントの方もぜひよろしくお願いします。ということで皆さん、いいね、あと登録は必ずしてよ。そしてベルマーク、YouTube の登録の横の上か中にあるベルマーク、これね押すと僕の YouTube 上がった時に通知がピコンって上がられますんで、必ずベルマークも合わせてよろしくお願いいたします。ということで皆さん、また次回の動画もお会いしましょうね。またね、寒くなるので気をつけてください。